FNCAL は、ベルギーのファブリックナショナル社が生産していた、アサルトライフル。同社が設計した、最初の 5.56mm 小銃で、その名称は、軽量自動カービンを意味する。1960年代、5.56X45mm、ナトー弾の採用に橋を発する昇降経化の動きに、対応するべく、フルの後継機種として設計された。 フルをスケールダウンさせたような外見を持ち、フル同様のショートストローク方式のガスピストンを備えているが、閉鎖機構としてティルティングボルトを採用していたフルに対して CAL ではロータリングボルトを採用するなど内部構造には差異がある。初期型ではフルオートとセミオートに加え3点バースト射撃を行うことも可能だった。ストックは 固定式と折りたたみ式が存在する。プレス加工や鋳造を多用し、精密な部品の使用を控えるなど、フルと比べ低コスト化が図られていたが、それでもなお競合するライフルと比べ複雑、高価な傾向があった。また、強度にも問題があり、トライアル中に事故を起こしてしまった。その事故を重大だと捉えた FN 社は製造を中止した。その後、 CAL の設計に改良を加えたものが FNC として発表されている。ありがとうございます。